みんなの党は日本国の保守政党。略称はみんな。2009年8月に渡辺義美らが結成。2014年11月に解散した。なお、上記の解散後に渡辺が設立した政治団体については、本校のみんなの党を参照。また、2019年7月に、 NHK から国民を守る党の立花隆と渡辺義美が結成した参議院の院内会派については本校のみんなの党を参照。みんなの党のトラック渡辺義美、枝健次両衆議院議員らが2009年2月に立ち上げた国民運動大日本の夜明けを前進として同年8月8日に自由民主党。 民主党を離党した参議院を加えて結成された。なお、日本の夜明けはその後も2010年頃まで別個の組織として活動していたが、現在は活動を停止し、公式サイトも削除されている。透明候補として渡辺は絆を提案したが、枝賢治はみんなの党を提案した。これはサザンオールスターズの楽曲。 みんなの歌を参考にしたとされる。結局、当時の党所属国会議員5人による3対2の多数決で政党名はみんなの党に決定した。枝、朝尾慶一郎、広津元子がみんなの党、渡辺、山内光一が絆を主張した。名前こそみんなの党と決まったものの実際はその逆で朝尾慶一郎と対立した際は私が 創業者だと主張するなど渡辺のオーナー意識は非常に強かった。そのため、私の党、俺の党、渡辺党などとも呼ばれた。決闘の精神として、脱官僚、地域主権、生活重心を掲げた。また、基本政策として、小さな政府の構築、地域主権型同州制への移行、日米同盟を基軸とした戦略的外交などを主張している。 なお選挙公約や政策課題のことをアジェンダと呼んでおり、他の政党や政治団体とは、党のアジェンダが一致する範囲で連携、協力するとしている。2013年の第23回参院選直後には、衆参両院に合計36名の国会議員を要していたが、 第2次、安倍内閣への接近姿勢を強める渡辺代表と野党再編による自民党との対決路線を施行する枝幹事長との間で対立が生じ、枝派の16名が集団離党し、唯の党を結成。その後、渡辺は政治資金問題で代表を隕石辞任するものの、公認の代表となった浅尾慶一郎とも対立。 挙頭一致体制を確立できないまま、第47回総選挙直前の2014年11月19日に開催された、両院議員総会で、浅尾代表が回答を決定し、同月28日正式に回答した。渡辺は、記者会見で、官僚依存の自民党、老素依存の民主党とは違い、真の改革ができるのが、みんなの党であると訴え、 政界再編の動きを見越して、党を立ち上げたことを明らかにした。同党には、渡辺のほか初当選以来無所属で活動してきた、江田賢治、自民党から山内光一、広津元子の4人の前衆院議員、民主党から浅尾圭一郎参院議員が参加した。今の国民の自民党には不満がいっぱいだが、民主党には不安がいっぱい、すなわち、 そんなにお金をばらまいてこの国の将来は大丈夫なのか、公務員労組依存で公務員の削減や給与カットなど、行政改革関連のマニフェストが本当に実現できるのか、自民党以上に、党内バラバラで官僚主導の政治は改まるのか、外交、安全保障政策で一本化できるのか、等々の懸念が尽きないからだ。我々は、 こうした不安や懸念を持つ有権者の受け皿が必要だと考えている。そして自民がどうした民主がどうしたという次元を超えて政治そのものを変えていきたい。そのためにここに我々は特定の業界や労働組合に依存することなく一人一人の国民に根差した政党みんなの党を結成することとした。2009年8月8日 朝尾慶一郎枝健治広津元子山内、高一渡辺よ美み、みんなの党 HP より第45回衆議院議員総選挙に、向けて13人の公認及び2人の推薦、国家公務員10万人削減などの公務員、制度改革を柱としたマニフェストを発表した。比例ブロックでは東北、北、関東、東京、南関東、東海、近畿、 九州の7ブロックに擁立した。選挙の結果小選挙区2人、比例3人が当選し、政党要件を維持した。比例区では7ブロックの得票数だけで、全11ブロックに擁立した。既存政党である、社会民主党に迫る得票数を獲得。南関東、北関東ブロックでは、日本共産党を上回る得票数を得た。ところが、 比例近畿ブロックと比例東海ブロックでは、比例単独候補であれば、各ブロック1議席で、計2議席獲得のはずだったが、小選挙区との重複立候補者の得票率が、協託金没収点に満たず、会の比例単独候補がいなかったため、比例当選資格のある候補が存在しなくなり、2議席分は他党に配分された。 現職国会議員一人が落選し、新人一人が当選した。2009年9月16日の第172回国会で行われた主犯指名では、党として鳩山幸男に投票している。9月17日に民主党が賄賂罪で実刑判決を受けて上告中の鈴木宗男を外務委員長に選出する内定人事が出た際、 外務委員長選出において、議長一人の同義に反対した。2009年12月1日、無所属だった、川田隆平が入党した。決闘当初から、みんなの党は、職場政党、政界再編を、究極の目標とし、党の存続にはこだわらない方針であったが、鳩山内閣発足後、政治と金の問題でつまずき支持率を落としつつあった、民主党や、 野党転落後も支持を回復できない自民党の受け皿として徐々に注目されるようになる。2010年2月の毎日新聞の世論調査では公明党の5%を上回る6%を獲得支持率だけでは野党第2党となった。みんなの政治塾、みんなのセミナーを開講第1期卒業生の中から議員を誕生させる。 第22回参議院議員通常選挙に向けて、選挙区21人、比例区23人の44人を公認、みんなの党アジェンダ2010成長戦略を発表した。選挙の結果選挙区3人、比例区7人が当選した。選挙での獲得議席数、比例での得票数は公明党を上回り、改選第3党となった。さらには、 院内交渉団体として、参議院本会議の代表質問権、予算を伴わない、法案の参議院への提出、参議院における、議員運営委員会理事や予算委員会理事の、排出ができるようになった。2011年1月29日、決闘以来初の党大会、みんなの党大会アジェンダ2011を、東京都のホテルニューオータニで開催し、参加者を国会議員、 地方議員、候補予定者等に絞り、約500名が参加した。オープニングは、日照期に、君が予選賞で始まる。2011年2月9日、2010年参院選後に、初めて行われた、党首討論において、院内交渉団体の資格を得たことを理由に、討論への参加を希望したが、党首の渡辺が、国会議員として、 国家基本政策委員会に所属していないことを理由に参加を拒否された。2012年4月自民党と所属委員会を交換することで党首の渡辺が国会議員として国家基本政策委員会に所属することに全会派で合意したためで党首討論に参加できるようになった。2011年に行われた統一地方選挙では道府県に103名。 政令指定都市に64名を擁立し、道府県は41名、政令指定都市は40名が当選している。神奈川県知事選挙では、津雪純淳一を神奈川ネットワーク運動、ネットワーク横浜と共に推薦したが落選。三重県知事選挙では、自民党と共に推薦した、鈴木秀隆が当選した。 市区町村では187名を擁立し、市議は85名、区議は51名、町議は6名を当選させている。また、推薦候補の当選者は24名である。その中には、大阪維新の会の推薦も含んでいる。第177回国会では、法案を積極的に提出し、29本提出している。予算編成組み替え。 東日本大震災の復興、原子力発電に対する国民投票等のエネルギー改革、公務員改革、政治主導改革、日銀改革等を訴えた。衆議院議員選挙制度改革案、一人一票、比例代表制、定数180元の300、実書式投票方式から、チェックシート投票方式への変更等、投票様式の見直しネット選挙の、 解禁選挙費用の適正化、ネット投票の実現に向けての検討を発表した。2011年10月29日以降、一人一票、実現国民会議の意見広告に、一人一票、比例代表制が取り上げられた。大阪府知事選挙、大阪市長選挙に、勝手連として、組織を挙げて、大阪維新の会を応援し、 渡辺代表も5回にわたり、応援に駆けつけ松井一郎が大阪府知事選挙に、橋本徹が大阪市長選挙に、それぞれ当選をした。その後、大阪維新の会の教育基本条例案に関連した質問主意書を代表の渡辺が提出し、大阪都構想に関連した地方自治法の改正案を大阪維新の会と共同で作成するなど連携を、 深めている。また、茨城市議会では、統一会派を組んでいる。茨城市長選挙に向けて、維新の会とみんなの党の統一候補擁立を目指している。アジェンダ2012.2012 20年運動方針を発表。衆議院議員総選挙に100名以上の候補の擁立や、参議院議員通常選挙。 東京都議会議員選挙の準備の加速させている。また、2012年4月8日の茨城市長選挙では、大阪維新の会茨城支部、みんなの党府第9区支部推薦の木本穂平らが、他3人の新人候補を破って当選した。2012年9月11日、大阪維新の会を母体として結成される、日本維新の会に合流する、国会議員が現れ、 上野博士、桜内文城参議院議員が離党届を、小熊真嗣が除籍届をそれぞれ提出した。三人の参議院議員が比例選出国会議員であることから、みんなの党は新比例選出議員が人気半ばを迎える前に離党し、その議席を新たに結成される政党の議席とする、合意は我が党支持者は言うまでもなく、 社会一般の倫理観からも容認できないと批判して、議員辞職を勧告した。9月25日、上野桜内参議院議員の離党届が受理された。だが、離党議員の参議院会派からの離脱を認めると、参議院本会議の代表質問権、参議院における議員運営委員会理事や予算委員会理事の、排出などの院内交渉団体資格がなくなるため、 離党議員の参議院会派からの離脱は認めておらず、離党議員即時辞職による落選候補繰り上げ当選を要求しており、みんなの党と日本維新の会の関係が感情的な対立も入って悪化している。また、予算を伴わない法案の参議院への単独提出は、離党議員3人が賛成拒否をすれば不可能となった。 2012年9月28日、人気満了に伴う代表選挙を、初めて両院議員総会で施行した。他に、候補者が出馬せず、全会一致で、渡辺義美が再選した。同年10月16日、杉本和美が入党した。2012年11月14日の野田、吉彦首相の衆議院解散表明以降、 第三局の結集をする動きが加速した。みんなの党は、日本維新の会とは、政調会長同士で、政策協定を結び、競合していない、選挙区では相互に選挙協力をし、石原慎太郎前都知事が率いる太陽の党とは、都知事選挙と、都議補選について、選挙協力について仮定携をした。後に、日本維新の会が、太陽の党と合併し、 みんなの党とも合流を呼びかけたが、みんなの党は合流後の日本維新の会が立ち上がれ、日本色が強くなったことに難色を示した。さらに、当初は、みんなの党は、選挙区について関東は、みんなの党、関西は、日本維新の会で住み分けをすることを想定していたが、日本維新の会が、みんなの党が、すでに擁立を表明している。 選挙区でも次々と候補者を擁立したことから態度を硬下させた。最終的に日本維新の会との合流を断念し、競合していない選挙区では相互に選挙協力をするが、競合している28の選挙区では対立することになった。そのため、東京2区、東京5区、東京6区、長野3区では、みんなの党公認候補と、 日本維新の開港人の候補の得票数の合計では当選した他党公認候補の得票数を上回るにもかかわらず、共倒れする結果となった。また、小沢一郎らの国民の生活が第一を中心として決闘された日本未来の党については、アジェンダが一致すれば協力するとしていたが、競合している選挙区ではやはり対立することになった。 2012年11月16日の衆議院解散以降民主党を除籍された富岡義忠と民主党を離党し、減税日本の会派に加わっていた無所属の平智之が入党を表明した。党を離れた参議院議員3名の衆院選出馬により、真山雄一、藤巻幸夫、山田太郎が繰り上げ当選した。これで 参議院は11名に戻り、予算を伴わない、法案の参議院への単独提出を含む、院内交渉団体資格を回復した。第46回衆議院議員総選挙に向けて69人の、公認及び1人の推薦、アジェンダ2012を発表した。日本維新の会とは一部の候補について、相互推薦を行った。比例ブロックでは、 初めて全ブロックに候補を擁立した。2012年12月16日に投開票され、小選挙区4人、比例14人の合計18人が当選し、選挙前の8議席から倍増した。特に比例代表の得票が伸び、東北、北陸新越、東海、近畿、九州の比例ブロックで初めて議席を獲得し、北関東、南関東、 東京ブロックで議席を増やした。南関東、東京ブロックでは公明党を上回る得票数を得た。前職国会議員二人が落選し、新人12人が当選した。2013年1月23日、民主党を離党した、米長春信が会派に入会し、2月26日に入党した。また、同年3月13日に、 緑の風から行田邦子が入党した。2013年5月21日、日本維新の会との協力関係を解消することを発表。ただし、日本維新の会がみんなの党を支援することについては拒否しない考えを示した。関係修復の条件について、政調会長の浅尾は最低限でも、太平洋戦争は、 日本の侵略であることを党として認めることとしているが、維新の会は、歴史の見解に関しては、歴史家に任せるとして応じない姿勢を見せている。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙では8議席を獲得し、改選議席数を上回ったものの、比例区の得票数は協力関係を解消した。 日本維新の会の得票約635万票には及ばず475万票に止まり、また、第22回参議院議員通常選挙で獲得した10議席、比例区の得票数794万票を下回った。選挙区では、維新との選挙協力の解消に伴って、双方が候補を擁立し、結果茨城県選挙区、千葉県選挙区、 東京都選挙区、福岡県選挙区など友倒れとなる選挙区が相次いだ。その一方で、神奈川県選挙区、愛知県選挙区では、公認候補が維新候補を下して当選し、維新が候補を擁立しなかった宮城県選挙区、埼玉県選挙区では、民主党の現職候補者を下すなど前線。特に、宮城県選挙区については、 みんなの党発となる二区での議席獲得であった。みんな、維新両党の獲得議席及び比例区の得票数の合計は野党第一党の民主党を超えた。2013年8月、福岡県選挙区から出馬したみんなの党の元候補が、立候補届で前の6月、福岡市博多区で選挙運動員の男性3名に、 大使報酬の支払いを約束したとして、公職選挙法違反の容疑で、福岡県警察本部に逮捕された。逮捕された元候補は2012年12月の衆院選において福岡7区から、みんなの党公認で立候補し落選。2013年7月の参院選では当初、選挙区からの立候補予定はなく、みんなの党比例代表候補に内定していたが、 日本維新の会との協力関係解消により、維新が候補者を擁立した福岡県選挙区から立候補した。第23回参議院議員選挙の結果を受け、衆参合わせて、計36名の国会議員を擁する勢力となったが、党代表である渡辺と幹事長である枝との間では、党運営、野党再編などをめぐっての路線対立が鮮明化し、 特に参院選投開票日当日に、枝が日本維新の会国会議員団幹事長である松野来久らと独断で会談を行ったことで渡辺との関係が急速に悪化。8月7日に行われた両院議員総会において渡辺が枝の幹事長会任を定義。反対意見もある中で枝は幹事長を更迭され、代わって浅尾慶一郎が幹事長に、 朝生に代わる、政調会長に、水野健一が就任した。その後、同月23日には柿沢美都が、渡辺から事実上の離党勧告を受け離党届を、提出、受理された。柿沢は以前は、政調会長代理であったが、枝野幹事長公鉄と同様に解任されていた。東京都議会でも、2013年6月に行われた2013年、 東京都議会議員選挙で、みんなの党は1議席から7議席へと、大幅に議席を増やし、同年7月23日、都議会事務局に、都議会みんなの党として、会派結成届を提出したものの、その後都議会会派幹事長人事をめぐり所属議員が、対立、同年7月25日、都議任期開始3日目にして、会派分裂となった。都議会みんなの党は、 野上幸恵代表ら、枝、柿沢に近いとぎが、主導権を握り、諸ろず都議とぎら渡辺派四議員の会派離脱を、発表、一方四議員は、会派離脱を了承した事実はない。離脱させられたと反発、分裂に至る経緯についても、両者の主張が食い違った。同日夜、四議員は、みんなの党として、会派結成届を提出。同年8月以降、 東京都議会には、みんなの党の会派が二つ存在する状態となった。また野上代表は、都議会日本二審の会から、統一会派結成の申し出を受けたが、みんなの党側の会派分裂もあり、現状は、白紙と述べるに止まった。2010年代の、第三局の理合集参2013年11月に、入ると、特定秘密保護法案の賛否をめぐって、 代表の渡辺が最終的に与党側との修正協議に応じ賛成の方針に回ったことから一部議員が反発、井出井佐尾生、林中吉らが反対、枝も採決を前に退席するなど党内が混乱。12月8日、枝は公園において特定秘密保護法の修正協議で渡辺が与党寄りに傾いたことに対し、 党内議論は2時間弱で強引に取りまとめた。みんなの党は決闘の原点を失ったと主張して、離党を表明。枝野岡林、井出、青柳洋一郎、椎名武小池正成、伊坂信彦、畠中三成、小野二郎、川田隆平、寺田助白、藤巻幸男、真山雄一、柴田匠の衆参議員14名が、 同月9日に離党届を提出し、みんなの党は、名実ともに分裂することになった。党として、枝については、離党届を受理せず除名処分とし、比例代表で当選した、衆参議院13名の開発離脱を認めず、議員辞職を求める構えを見せている。枝ら離党組は、先に離党した柿沢を加えた、衆参議院15名で、 同月18日に新党、祝いの党を決闘した。なお、毎月1日の会派所属議員数に応じて支払われる立法事務費の離党者分は引き続きみんなの党が受領している。なお2014年1月23日に祝いの党に移籍した議員のうち衆議院議員7人の離党届を受理した。しかしその後祝いの党へと移った。 藤巻幸男が死亡したため、第22回参議院議員通常選挙の、比例名簿から田中茂が繰り上げ当選となり、一議席を回復した。またすでに会派分裂に至っていた東京都議会では、2013年12月、都議会みんなの党の3名が祝いの党結成に参加。2014年1月、会派名称を、都議会祝いの党に変更することを届け出た。 また同月、枝田が祝いの党と日本維新の会の合流を視野に入れた両党間の政策協議を開始したい意向を表明したことを受け白紙としていた都議会日本維新の会からの統一会派結成の申し出を受諾。同年2月、統一会派都議会祝いと維新を結成した。一方渡辺派のみんなの党は都議会唯一のみんなの党の会派となったため、 同年3月、会派名を、みんなの党、東京と解消した。祝いの党の離脱後は、さらに第2次、安倍内閣への接近姿勢が強まり、政権運営への協力を期待する安倍内閣の側からもみんなの党に対して、周波を送るようになっていった。2014年2月23日に開催された、党大会で、渡辺代表は、みんなの党を、 保守政党と位置づけた上で、憲法解釈変更による、集団的自衛権の行使容認など、安倍政権の経済、安全保障政策に協力する姿勢を示した。これに対して、安倍晋三首相は、党大会に、責任政党として、共に政治を引っ張って参りましょうとの祝電を、寄せ連携の期待感を示したほか、翌月の参議院予算委員会では、 責任野党として建設的な提言をしていると評するなど、同党に対する好意的な姿勢を明らかにした。また、党大会に先立って執行された東京都知事選挙では、野党各党や野党議員らが、宇都宮健次細川森弘、田上俊夫の3候補のいずれかをしたのに対し、みんなの党は自主投票を決定。渡辺代表は、 投票先に関する個人的な見解として自民、公明両党が推薦する舛添陽洋一の名前を第一候補として挙げた。さらに従軍慰安婦問題をめぐるもみー正人会長の発言などを理由に民主党、日本維新の会、日本共産党など野党各党が NHK の2014年度予算案に反対票を投じる中、みんなの党は 主要野党の中で唯一賛成票を投じた。2014年3月、渡辺義美代表が、化粧品会社 DHC 会長の吉田義明から、第22回参院選直前に3億円、第46回総選挙直前に5億円を、借り入れていたことが発覚。この借り入れは、政治資金収支報告書に記載されておらず、 公職選挙法や政治資金規制法に違反しているのではないかとの疑惑が浮上した。渡辺代表は当初、私的な借り入れであり問題はないとの見解を示していたが、党内からは代表辞任を求める声が相次ぎ、佐藤正夫、和田正宗両議員が代表辞任を求める記者会見を開くなど混乱が続いた。 そのため4月7日に、渡辺代表が改めて記者会見を開き、借り入れは自身ではなく党の選挙費用に充てたもので、あるから法的に問題はないと釈明した上で、騒動の責任を取るとして、代表を辞任することを表明した。当面は、浅尾慶一郎幹事長が、代表職を代行し、同月11日に、党所属議員による、代表選挙を実施する運びとなったが、 麻生以外に立候補者が現れなかったため無投票で、麻生が新代表に選任された。また幹事長に、水野健日政調会長、政調会長に、中西健次政調会長代理がそれぞれ昇格した。安倍内閣では、みんなの党との連携を重視してきたこともあり、菅義偉内閣官房長官は渡辺に対する強い批判は避けた上で、今後も、 同党との協力関係を維持していく意向を強調した。浅尾新代表も野党再編からは距離を置き、安倍内閣への協力姿勢を見せてきた渡辺前代表の路線を継承することを表明した。初代代表である渡辺の借入金問題は、みんなの党の支持率低下の大きな一因となった。その後祝いの党、日本維新の会の合併構想や、 これに伴う維新の分裂が引き金となり、みんなの党内部でも新勢力との合流を図ろうとする動きが広まった。6月20日には江口勝彦最高顧問が離党届を提出し、7月2日に承認された。江口は松澤成文、和田正舟らとともに次世代の党のメンバーが立ち上げた自主憲法研究会に参加しており、8月26日付で、 正式に、次世代の党に入党した。他方で、大熊敏明数人はゆいの党、維新の会の合併後新党への合流を模索。執行部は、このままでは、草刈り場になると、危機感を募らせた。また、第二次、安倍内閣への対応をめぐり、与党寄りの姿勢を鮮明にする。 渡辺前代表と一定の距離を保とうとする浅尾代表の路線対立が激化し、9月には渡辺の方針に異議を唱えた浅尾に対して渡辺が代表辞任を要求。同月16日の直接会談でも互いの離党を促し合うなど溝は埋まらず、17日の役員会で渡辺が押す与党より路線の是非が採決にかけられ、反対多数で否決された。 しかし渡辺は、両院議員総会での採決を要求し、同月27日の総会では、朝尾側が譲歩する形で、与党入りも選択肢として排除しないことを決定。党の再分裂は回避したものの、与党の譲歩は、望み薄と見る、朝尾側と、野党再編を非現実的と主張する、渡辺側の対立はそのまま残された。なお、 同月11日にはゆいの党、維新の会の合併後新党への参加を理由に、大熊が離党届を提出し、10月14日に承認された。2014年11月に入って、解散政局となり、第47回衆議院議員総選挙が、間近に迫るようになった。今度は、浅尾代表や山内議員らが、党内の意見集約を経ずに、民主党へのすり寄り、 合流を格作それを強引に進めようとして、党内の猛反発を受け、党内が収集がつかぬほどに紛糾。やむなく参議院、議員数名が回答を求めた。2014年11月17日、麻生代表はこれを一旦拒否したが、翌18日、党内の路線対立を受けて、党の体制がまとまって、政界再編に動けないのであれば、回答は、 やむを得ないと考えて、みんなの党を回答する意向を固め、11月19日午後に、両院議員総会を開催して、回答の是非を問う採決を、渡辺元代表のみんなの党抹殺事件だなどとの怒号が飛び交う中、行い、出席者20人中13人が、回答に賛成したことによりみんなの党は11月28日を、もって回答することを決した。 両院議員総会終了後、朝尾は、所属の国会議員や地方議員、党職員など、多くの支援者たちの期待に応えられず申し訳ない。与党補完勢力との間で埋め難い溝があったと、党内対立が、回答に至った要因であることを説明し、同日解散した。残余政党交付金は、分けることなく、国庫に返納することもこの時決められた。2015年9月に、 当職員の退職金などを支払った上で残額となった約8億2600万円を国庫に返すことが判明した。また、回答の際に国政選挙の比例名簿は取り下げられた。回答により、同年11月16日党開票の千葉県松戸市議会議員選挙がみんなの党として公認候補を擁立した最後の選挙となった。なお、 回答時に同党に所属していた参議院議員10人のうち4人が参議院会派、無所属クラブ6人が参議院会派、日本を元気にする会を結成した。2015年11月13日、同党に所属していた参議院議員の行田邦二子が埼玉県選挙管理委員会に政治団体みんなの党の設立を届け出た。 行田が代表を務め、国政政党としての復帰を目指し当面は一人で活動すると表明していたものの。なお、この届け出に関して行田は、渡辺義美元代表から了承を得たと発表した。わずか1ヶ月後の2015年12月10日に、行田がみんなの党復活を断念したことを発表した。2017年9月、行田は希望の党の決闘に参加した。 2019年1月、渡辺は、第19回統一地方選挙に向けて、政治団体として、みんなの党を復活させ、候補者を擁立する考えを表明した。小さな政府路線を、政策の基本とし、上記の通り規制緩和による、競争促進や公営事業の民営化、地方文献、経済の大外開放などの政策を掲げており、代表の渡辺義美は、 小泉改革の柱の一つだった公務員制度改革を中途半端だったから改革を徹底してやると構造改革の目玉としている雇用対策に関してはといった政策の実現を目指しているまた、など所得再分配政策を打ち出している加えて日銀法改正で貨幣への介入を唱えている同等の経済政策については財政政策では 上記のアジェンダのように減税と採出拡大を同時に提唱する一方、金融政策では日銀法改正によりといったインフレ目標を定めた中央政府による景気管理政策と日銀の独立性縮小の路線を提唱している。農政上記を実施しみことのお開国をもとに、 海外への輸出の強化エネルギー政策上気を実施し、電力の安定化、脱原発依存財政上気を実施し、増税を回避する、選挙、政治上気を実施し無駄の削減、汚職の撲滅する経済、金融上気を実施しデフレ脱却、名目4%以上の経済成長を実現する、教育上気を実施し世界に通用する人材を、 育成行政改革上件を実施し無駄をなくし、働きがいのある環境にする。医療、福祉上件を実施し命が最優先される社会の、実現する。年金上件を実施し安全で安心の社会を作る。少子化対策上件を実施したような子育てができる。社会を作る。地方文献上件を実施し自立した地域を作る。外交。 安全保障上記を実施し我が国の国民と国土を守り地球規模の課題にも積極的な役割を果たす。その他代表の選出は所属国会議員による選挙によって行う。任期は就任から3年後の9月末日までであり、重ねて就任することができる。第2代の代表であった浅尾慶一郎は、 途中で辞任した、渡辺義美初代代表の任期を引き継いだため、本来の任期は2015年9月までであった。役員会は、代表、幹事長、政策調査会長、国会対策委員長、参議院役員から構成される。当期約12条に基づく、党務執行機関として、次のものが置かれている。当期約19条及び20条に基づく、 特別機関として次のものが置かれている。なお、決闘時は役職名をパートナーとしていた。党の政策に賛同する18歳以上の日本国民は所定額の党費を納入すれば入党することができる。一般党員とネット党員の2種類の党員制度が設けられているが、どちらも同党の党員資格を有する。党員数は一般には公表されていない。 政治資金収支報告書に掲載された、党費納入者数の推移は、以下の通りである。毎月2日頃に、みんなの河原版と題した党の広報誌を、公式サイト上に公開している。2009年埼玉市長選挙で、国民運動対日本の夜明け推薦、民主党埼玉県連の支持を受けた、清水隼人が当選した。2009年11月8日の、 葛飾区議会議員選挙で1議席を獲得し、2010年2月の町田市議会議員選挙でも推薦1名を含む2議席を獲得し6月には民主党からの離党を表明していた神奈川県議3名が入党した。また、同年5月30日投票の愛知県大春町長選で単独推薦した元プロ野球選手岩本義弘が 現職と新人に勝利し初当選。単独の推薦候補が市町村長選で当選したのは初めてだった。同年9月7日、無所属だった平方市議3名が入党し、西日本の地方議会で初めての単独交渉会派を結成。2010年12月の茨城県議会議員選挙では、みんなの党は2人が全国初の県議当選を果たした。 2012年栃木県那須塩原市長選挙では阿久津県事がみんなの統計市長として県内で初めて当選した。その後も奈良県柏市長選挙にみんなの党推薦候補が当選するなど積極的に擁立している。2011年の統一地方選挙では都道府県議会議員は41人、政令指定都市議会議員は40人が当選し、 栃木県議会では第2会派、神奈川県議会では第3会派、横浜市会では第4会派になった。その後も、福島県議会議員選挙では公認一人、推薦一人が、宮城県議会議員選挙では公認2人が当選し、仙台市議会議員選挙では公認4人が当選している。また、地方議会で会派を組む際、会派名に、みんなの党、 または、みんなの文言を入れる規定があった。回答後の地方組織みんなの党はかねてから、各地の地方議会で、購入した候補者が当選後や、会期中に会派を離脱したり分裂する例が、相次いでいたほか、祝いの党決闘に際しては、多数の地方議会議員がこれに応じて参加した。回答に際して、地方組織に関する事項は、 党本部から全く何も通達や指示がなかったとされる。党解散時点で残存していた各地のみんなの、党会派や地方組織はそれぞれ解消、あるいは、会派名称を変更して活動していた。特に、渡辺義美前代表に近い地方議員らは、会派名に、戦う、改革の会を入れて、活動、会当時の代表だった、浅尾圭一郎に近い議員は、 みんなの改革に参加したが、第18回統一地方選挙以降はその多くが、姿を消した。また、無所属となっても会派名に、みんなの党を残したまま活動している例もあった。以下に、数例を挙げる。戦う、改革の会みんなの改革元代表の浅尾、慶一郎は2015年1月に、神奈川みんなの改革を設立、浅尾が代表に、 みんなの党で政調会長を務めた中西健次参議院議員が代表代行に就任した。浅尾は宮城、埼玉、東京、千葉の地方議員からも受け皿を作ってほしいとの声が寄せられている。神奈川が先行モデルを作り、それを横に展開したいと表明。これに呼応する形で翌月には、 元みんなの党選対委員長の佐藤正夫、元衆議院議員が、みんなの改革福岡を、塩村彩香東京都議が、東京みんなの改革を、千葉県奈良市の市議2名が、奈良市のみんなの改革を設立した。しかし、対18回統一地方選挙では地盤である、神奈川でも県議5人、横浜市議3人の立候補者に対し、当選者は、各1名ずつに止まり、福岡、 奈良市野では、全員が落選する惨敗となった。以後、神奈川みんなの改革は活動の実態が事実上、なくなり、ほどなくホームページも閉鎖された。その後2015年12月4日に、みんなの改革福岡が、同15日に、奈良市野みんなの改革が解散。塩村はその後も、都議会の一人会派として、東京みんなの改革の名称を使用していたが、 任期満了前の2017年7月20日に東京民奈の改革を解散させ民進党に移籍。麻生は自民党に入党する意向を示し、麻生の入党が了承される直前の2017年9月20日に正式にみんなの改革を解散した。みんなの党民奈の党改党後、渡辺義美は自身が代表を務める。 政治団体、みんなの党の設立を東京都選挙管理委員会に届け出たが、休眠状態が続いた。2018年末に事務所所在地を栃木県那須塩原市に移し、2019年1月、渡辺は統一地方選挙に出る候補を応援する形で、みんなの党を復興していきたいとの意向を表明し、同年の第19回統一地方選挙に、 同政治団体から候補者を擁立する考えを示した。統一地方選の結果を見て参院選での候補者擁立も検討し将来は国政で復活を目指すとし公式ウェブサイトで候補者公募も行った。2019年1月27日には愛知県田原市議会議員選挙に政治団体みんなの党から立候補していた。 農場経営者の岡本茂明が21人中16位で当選した。岡本は翌月、任期開始に際し、みんなの党田原市議団の結成を届け出た。同年4月の第19回統一地方選挙では、関東地方や愛知県の市区議会議員選挙に、計7名の公認候補を擁立したが、当選したのは、現職の今井勝宮いた市議のみであった。 同年7月の参院選には候補者を擁立しなかった。2021年3月28日には広島県山形郡秋田町議会議員選挙に政治団体みんなの党から立候補していた小田浩二が16人中16位で落選した。小田は2013年に回答前のみんなの党候補人で同町議選に立候補し落選。2017年には 無所属で同調議選に立候補し落選している。同年6月から7月にかけて行われた2021年、東京都議会議員選挙においては、足立区選挙区より、新人、松丸京子を擁立したが、11人中10位で落選した。2014年9月14日、現在、衆議院、議員8名、参議院、議員12名だった。 2013年12月31日時点各年の政治資金収支報告書の記載に基づく。解散時の所属国会議員数20名無所属、自由民主党へ無所属大阪維新の会、日本維新の会へ無所属へ、民主党民進党日本を元気にする会、無所属会へ無所属クラブへ次世代の党へ2019年7月30日、3位の新たな会派、 みんなの党を二人で結成することを発表を。当初のメンバーは、無所属の渡辺義美と NHK から国民を守る、党党首の立花隆の二名であった。同年10月10日に、立花が参院埼玉選挙区の補欠選挙に立候補し失職したため一時的に会派は解消されたが、繰り上げ当選した NHK から国民を守る党の、 浜田里氏と渡辺義美で10月23日に会派を再結成している。会派は議会内のグループで国会では慣例として国会議員2人以上が集まってその委員の議長に届ければ結成でき委員会での質問時間が配分され立法事務費が支給される。みんなの党では議案については話し合うものの議決については拘束をかけないとしている。 この記事は以下のカテゴリでも参照できますみんなの党に関するカテゴリ。ありがとうございます。